皆様こんにちは、アトリエ R の由美子です。今日は家にあるドライの画材でリースを作っていこうと思います。いつも家にあるものというか花材とかね、買ったお花とかドライにできそうなものはそのままドライにして取っておきます。そして使う時に、こういう時にね、ちょっとプラスして使っていくといいかなと思って、今回はね、ちょっとあるものだけでやってみたいなと思います。クリスマスローズを短くカットしてカーブに合いそうだなというものを何本か揃えていきます。で、針金で巻いてから土台の方につけていきます。材で使ったものを巻いて乾燥させて作っておきました。こういう感じで少しずつ足していきましょう。アーチスは短く切って隙間に入れていきます。